はい、皆さん、おはようございます。ホノルルの海です。12年ぶり見ました。昨日見てません。いいね。最高です。まだ朝7時半じゃねえ。まだ朝6時半ですんで、ちょっと風が寒いです。朝食会に来ましたけども、もう人がたくさんおります。そして、私が買いた朝食はここです。 ABC です。どうも、はい、朝食を買いました。じゃあそのまま部屋に戻しましょう。はい、はい、リファイのワンカップカプチーノ。A cappuccino? クリステンスアーモンドミルク。Yes, almond milk. What's your name, sir? Abe. Abe. はい、君のリクエストのハイコーヒー。Abe? はい、じゃあ君が待ってますんで、すぐ部屋に戻りましょう。はい、朝食の時間になりました。いただきます。チキンのシーザーサラダとスパムおむすびです。もう定番、いつもの私の朝食に戻りました。では、はい、皆さんおはようございます。今日の朝のルームツアーをしたいと思います。この散らかり具合どうでしょう。まあこの辺はみんなこんなもんだと思うんですけども、ベッドランダスです。そしてこの台、すごいことになってます。そして姫、今朝のお化粧の時間になっております。そしてここ、そしてこっち、バスルーム。おっと、姫の下着が干してありました。これはモザイクですね。そしてここ、ベランダから見る外。一応パーシャルオーシャンビューになっております。怖い。これは怖いです。袋がこう縮み上がります。ということで、これから今日一日スタートです。はい、じゃあこれから洗濯物をお願いしたいと思います。このハイアット、ランドリーサービス、ランドリースペース、洗濯機のスペースがないんで、ランドリーになります。じゃあ電話してみます。英語ドキドキです。通じません。あ、グッドモーニング。 My room 3205 Abe. I have some laundry. I put it front of door laundry backCould you pick up it, please? Thank you. はい、これでランドリーは OK です。あとはゆっくりできます。お姉さん、朝寝始めました。優雅なものです。まあ、休みですからね。はい、私、年のせいで少し疲れて出かけるのが億劫になって、ここでしばらく休んでいたいと思います。で、向こう、やっぱ向こうもベランダが見えます。結構椅子に座ってくつろいでる人もたくさんいます。そしてここ、
なんていうんですか、32階ですんで風が吹いて結構寒いです。風が当たって寒いです。私寒がりのせいもあるかもしれませんけども、ここではやばいくらいの寒さです。じゃあここで少しスマホでもお触りして休んでいきましょう。こんな感じになっております。じゃあ海の方へ行きましょう。はい、ビーチの方へ来ました。12年ぶりです。ここでやっぱ雰囲気、この雰囲気がいいのかなという感じがいたしますけども、いいね。もう心がワクワクするけども、でもちょっと人が多いなって感じがいたします。田舎者ですから。いつも誰もいない山田の神社ばかり行って、なた持って山の中入って、うろうろしてるから。では早速行ってみましょう。ワイルドな方がおります。子供みたいよね。すごいワイルドな方がいます。一応ここ記念写真撮らないとね、記念撮影しないと。多分カメラ長回ししてると熱暴走でまたやばくなるんで、早めに撮影して切り上げたいと思います。これはこれでまた素晴らしい場所だ。あとお姉さんもたくさんいます。ちょっと年齢は分かりませんけども、セクシーお姉さんもたくさんいます。でね、この雰囲気、この海岸線のこの雰囲気もなんとも言えません。それでこっちのビーチパラソル群も素敵です。いいね、この雰囲気。あー、ここでっかいツリーがあるわ。このツリーもいいわ。そして私がタダで泊まってるホテル、この正面になります。昨日も言ったように、泣く泣くのマニラ8泊分のポイントを使いまして、3泊にしてこのホテルを姫にご馳走しました。でこの辺でちょっと腰を下ろして休んでいきましょう。日陰を探したらこの場所になりました。この場所蚊がいるかなって感じしますけども、多分大丈夫でしょう。ちょっと排気が臭いけども、いい場所はね、この周りの雰囲気ね、なんとも言えないね。はい、皆さんこんにちは。姫にこの通りを取ってきなって言われましたんで、取りに行きたいと思います。そしてここ車の音と波の音で音声取れてないと思うんで、音楽に乗せてカットだけです。はい、結構な距離歩いてきました。ここに桟橋みたいのがあります。ちょっと映してみたいと思いますけども、人がいますんで映せません。ここに桟橋があります。桟橋の方まで歩いてきましたんで、こっち少し行ってみたいと思います。でこちらのビーチの方があまり人がいなくていいような感じがいたします。こっちあまり人がいなくていいです。そしてこのビーチ、海、ここすごい綺麗になっております。浅瀬なんでしょう。
はい、そうしましたら戻りましょうって言いたいんですけども、こっちのビーチの方が人が少なくなっております。じゃあ戻ります。はい、スタート地点に戻ってまいりました。姫どこ行ったかな、多分この辺だと思うんだけども、あ、いました。セクシーな格好しておりました。すごいわ、大胆だわ。これで1万回転突破って感じがいたします。これで2万回転行きましたね。さすが姫です。はい、1時間日焼けしましたんでホテル戻りましょう。もっと痛かったんですけどもね、日焼けしすぎると後で後悔することが悪いんで、お決まりの1時間で戻ります。はい、そうしました。念願の街歩きになります。こっち、じゃあこっち行ってみましょう。この正面のホテルの風景、ご立派だわ。もうほとんど宮殿というか神社じゃないね、そんな感じがいたします。人通りが多くて、これはこれで映しづらい状態になっております。モード映したとね、後の編集の処理を入るか、モード映しちゃうとね、あとで編集処理、ぼかし掛けがね、大変になりますんで、映さないように撮影しております。ここはロイヤルハワイアンショッピングセンターが正面になっております。すごい美味しそうな買い物がたくさん並んでおりました。そして私、右左分かりませんので、姫の後をついていきたいと思います。結構高級店が並んでおります。私に不相応なお店がたくさん並んでおります。いただきます。ショッピングセンターから出てまいりました。お昼美味しかったです。さて、これから明日受ける PCR 検査の場所を下見に行きたいと思います。はい、多分この辺のビルだと思うんですけども、あ、そうな、これだ、ここに明日行く PCR 検査の場所がありました。じゃあ場所分かりましたんで、じゃあ戻りましょう。いいね、これで一発来れる。はい、もう一回ロイヤルハワイアンセンターに戻ってブラブラして帰りたいと思います。はい、目的のお店探したんですけども全然見当たりませんので、私諦めたいと思います。はい、ビューティフリーショップ閉まってました。残念です。はい、そうしましたら私の尊敬するトランプタワーの方へ行ってみたいと思います。昔からトランプの大ファンなんだよな。これ言うとみんなに笑われちゃうけども、やっぱバックトゥーザフィーチャーが影響したんでしょう。はい、トランプタワーの方も少しやっぱり人手が少なくて、こんながらんとした感じになっております。これクレジーシャツがありまして、ジュエリーショップがありまして、絵が売っております。こんな感じなのかな。でまだ正面にも少しありますんで、ぐるっと目の保養していきたいと思います。まあこんなもんなんだろう。まあどこ行っても同じような店ばっかりですね。私
これがないんで全然興味がないんでしょうがないですけども、いやいいね、この雰囲気がいいのかな、普段見られないようなこんな建物の雰囲気が、常夏の雰囲気がいいような感じがいたします。この八代市の雰囲気がね、もう何とも言えない感じになっております。やっぱここ2階はレストラン街になってから昼間は、寂しいものです。はい、これからピンクバス乗ってアラマナセンター行こうと思ってるんですけども、なんか30分に1本しか走ってなくて全然バスが来ません。多分あれかなと思ってるんですけども、バスがなんか満杯だと乗れないみたいなんで、かけるしかありません。はい、やっと待ってきました。はい、よかったです。30分に1本やっと乗れました。はい、アラモアナショッピングセンターに着きました。私が来た12年前と比べてもう全然変わっております。だってこの前のアラモアナビーチいいね、この公園といい、このビーチといい、向こうに見える海、大変素晴らしいものがあります。ではじゃあ早速アラモアナセンターの方入っていきたいと思います。はい、そうしましたらアラモアナセンターまで来たら、ここ楽天カウントラウンジ寄ってみたいと思います。最高だわ。はい、楽天ラウンジ行ってきました。よかった、寝ちゃったよ、マッサージ機思わず。はい、ピンクラインのトロディバス乗りますけども、乗車口がわからないんでこれは困ったって感じがいたします。昔みたいにピンクラインのシールが貼ってあればすんなり行けんですけども、今回入ったんでしょうか、どうなったんでしょうか、全然乗車口じゃないや、乗るところがわかりませんでした。でも今回ここで降りたことは、次はここに泊まるってことですんで、場所バッチリです。多分もう乗らないと思いますけども、じゃあこのままホテルの方へ戻って、まあ、どっかちょっと甘いのが食べたいんですけども、もうほとんど4時ですけども、先甘いのを食べたいと思います。それまで OK、 さあ行こう。あ、ホテルはここです。ホテルはここです。はい、はい、やっとの、なんていうんですかね、エントランスの中になんかお店がたくさんありますけど、ここへ行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。はい、待ち合わせから帰ってきました。そして今甘いのを食べてもうお腹いっぱいです。そしてアラモアナショッピングセンターで買い物してきました。お見せします。まず一つ目、サーフパンツです。そしてもう一つ、 GoPro のバッテリー買ってきました。一つ来れましたんで予備買いました。で、買い物こんなもんです。じゃあまた後で。はい、皆さんこんにちは。今日はこれで一日終わりました。今日は
町ブラお買い物ショッピングセンター周りで一日終わってしまいました。あとこっちバーチャルオーシャンビュー、ここから見る海とても素敵になっております。そして今もう夕方6時になりますけども、太陽の日差しはまだ暑いです。そしてまだ海の中人がたくさんいます。で下に見えるプールにも人がたくさんいます。でこっちの山、雨が降っているような感じがしますけども、どんなもんなんでしょう。ここで姫が今疲れて寝てますんで、落ちるまでここで待機して、あと起きたら夕食へ行きたいと思います。そして私も撮影疲れが少しありますんで、たまにはゆっくりとディナーを食べたいと思います。なので今日はこれで終わりかな。まあ一回一応ここで締めましょう。 OK さんに。はい、皆さんこんばんは。先ほど締めましたけども、夕食買ってきました。夕食はこんな感じになります。 ABC ストアです。スパム、スパムロール、そしてサラダ、そして飲み物、ビールとお茶と何かです。あとデザートが一つあります。デザートです。これは冷蔵庫で入れておきます。 OK、 いただきます。いただきます。